ジーアスウィーは、ブリストウヘリコプターズが運行する、ウェストランドウェセックス、X、60であり、ノーホークのバクトンガスターミナルと北海のガスリグの間を飛行していた。1981年8月13日、このヘリコプターは、メインローターギアボックスへの動力を喪失し、その後のオートローテーション中に操縦不能となった。この便は、レマンガス電から、 バクトンに労働者11人を輸送していた。登場していた全員が死亡した。GSV は以前は、ウェストランドヘリコプターズ社のデモンストレーターであり、その後1970年4月にブリストをヘリコプターズ社が購入した。GSV は1981年8月13日の13時47分に、レマンガスデンとインディファティガブルガスデンの間のリングを飛行する定期旅客、 貨物便として、ノースデニス飛行場を出発した。クルーは、パイロット、客室乗務員、各一人で構成されていた。15時41分、レマンガス電からバクトンの着陸地へ戻る最中、機長のベンブリーチが、エンジン故障により不時着すると報告する。遭難通報を送信した。3秒後、事故機が、レーダーから消えた。 イギリス空軍捜索級南洋ウエストランドシーキングがコルティスホール空軍基地を15時47分に出発し15時57分に浮遊する GSV の残骸を発見した。生存者はいなかった。残骸を回収する取り組みは遅れ、それは回収作業が開始されるまでに残骸は回収不能であったことを意味した。墜落原因が動力の喪失か 操縦不能のどちらかを説明するには、証拠が不十分であった。登場していた人々の死に関する調査への審問には、死因不明の評決が出された。2014年8月13日、事故の犠牲者への慰霊碑の公開が、グレートヤーマス大聖堂で行われた。ありがとうございます。